お久しぶりです。世界くるみです。今日はですね、バーチャルの世界がいかに素晴らしいかということを皆さんにお伝えしようと思ってこの動画を作りました。バーチャルでできて現実の世界ではできないことっていっぱいあるんですけど、そのうちの一つはこちらです。そう、拡大です。もちろんですね、逆に縮むこともできます。ほら、このように。おや、バーチャルだからそんなことができるのは当たり前だと思っていますか？とんでもない。この能力実はすごいんですよ。ということでですね、今日はこの素晴らしい能力がいかに人生を豊かにするのかを皆さんにお伝えしたいと思います。それでは、行ってみまーす。はい。というわけでですね、こちらに防寒を用意しました。防寒に襲われたら怖いですよね。現実世界ではどのように回避すればいいのかは、お近くの警察署にお問い合わせください。今日はですね、私の能力を使って、この危機を回避してみたいと思います。やり方は簡単。拡大能力で大きくなれば、ほら、防寒も無視せずに。この方法を使えば、誰でも簡単に防寒を退治、そうできると思っていた時期が私にもありました。ちょっと待ってくださいね。あなたが大きくなっちゃ、やめて！いいですか皆さん。暴漢に襲われそうになった時、自己流で対処しようとしてはダメです。どのように対処したらいいかは、お近くの警察署にお問い合わせください。で、まあ今のは、まあただの余興なんですけど、こちらから本題です。ここにですね、メロンがあります。誰ですかマリモって言ったのは。メロンですからね。メロン。で、このメロンを溺れるだけ食べたい。これはね、女子高生ならみんなが持っている欲求ですよね。ということでですね、私の縮小能力で、このマリモを腹いっぱい食べてみたいと思います。さあ、小さくなりましたよ。これで腹いっぱい。すいません、ちょっと待って。なんでキネ持って、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がお済みでない方は、ここら辺に出ているアイコンから登録をお願いいたします。ではまた次回。バイバーイ。